クーバイサセボ。さあやってまいりました、大綱行きの〇〇バイサセボ第3弾ね。第1弾は釣るバイサセボで、これは釣れず。そしてですね、第2弾といたしまして、各バイサセボ、これはね、今サセボ競輪場のホームページでコラムを連載させていただいております。そちらはぜひご覧ください。そしてですね、今回新企画、大綱行きの空売させぼということでございまして、記念すべき第1弾、実はですね、11月3日から九十九島パールシーリゾートにおきまして、カキクカキ祭り秋の陣というものがですね行われました。なんと今日がその初日ということで、早速九十九島パールシーリゾートに行ってカキを食べてみたいと思います。秋の陣行くぞー、出陣じゃー。さあということでですね、到着いたしました九十九島パールシーリゾートでございます。今日から、開催ということで、本当にもうたくさんのお客さんに会場をもうお越しいただいてるんですけどもね、今日は本当に気持ちのいい秋の青空が広がっております。そしてですね、まあ、今月いっぱい、11月いっぱいの土日祝日、こちらで開催されているということで、ぜひですねこの番組ご覧の皆様、ちょっとでもこう興味が湧いたらお越しいただければと思います。今日は牡蠣だけではなくですね、他のお魚さんも結構あるみたいですので、私も楽しみです。さあそれでは早速行ってみたいと思います。 GO! さあまずこちらの会場にですね来ていただきましたら、ここの販売所というところに、皆さん行ってください。でこちらが販売所なんですけれども、スタッフの方がいらっしゃいますので、ここで注文をしたら大丈夫ということで、はい、これはあれですか、ここで牡蠣をまず頼む、はい、そして僕今日ちょっと手ぶらで来ちゃったんですけど、それでも大丈夫ですか。あ、もう全然大丈夫です。あ、はい、わかりました。じゃあこれですかね、はい、はい、まず来れば楽しめますので、うん、牡蠣と木炭、はい、そして軍手と牡蠣を開けるときにナイフ、はい、しかもこれいいじゃないですか、紙エプロンとかっていうのがねあったらね、女性のお客さんとかでも汚れずに食べれるし、はい、はい、ここで注文する。それこれは何ですか。そうですね、こちら一応牡蠣にも塩味がついてるんですけど、はい、こちらをかけていただければより美味しく召し上がる。いりこだしポン酢、はい、1日限定300個、これをかけると全然味がやっぱ変わってくるんですね。じゃあこちらも私は今日は購入して一緒に牡蠣を楽しみたいと思います。じゃあまず皆さんね、今おさらいなんですけど、こちらにお越しいただきまして、この上の3点、生牡蠣、そして木炭と軍手と牡蠣焼けナイフというのを購入していただけましたら、手ぶらで来ても楽しめますんでね、はい、ぜひお楽しみください。さあではですね、あの基本の先ほど教えていただきました、こちらの上3つのセットと、あとまあおすすめだというこのいりこだしポン酢もちょっといただき方なと思ってもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、しました。4点で1500円お願いいたします。はい、これで皆さん1500円ですよ、ね、お安い。はい、そうですね、ここにもうそのセットが入ってらっしゃる、はい、あ、軍手とナイフ、あとはあちらで種火をスタッフがご用意しておりますので、はい、はい、そちらを持っていただいて、あ、わかりました。はい、焼き台に座っていただければ、はい、あ、すいません、これこっちが牡蠣じゃなかったこっちだ、ここに牡蠣がねいっぱい入ってるんで、はい、楽しみです。行ってきます。さあ、牡蠣をですね実際に皆さん購入していただきました。ちょっとご覧ください。ここにですね、このような形でバーベキュー台が多数出てるんですね。そこでまあ好きなところにお越しいただきまして、いよいよ今からバーベキュースタートということで、本当に気持ちいいですよ。こんないい天気、青空の下ねバーベキューするんですから。でこちらスタッフの方にですね、こちらの種火をこのようにフライパンに入れて、はい、はい、じゃあすいません、お願いします。はい、失礼します。まだね、これ熱くないんで、はい、はい、すごい。これで買ってもらった、はい、炭を上に置いてもらって、なんかうちわとかで仰いで火をさらに強めて、ね、上で焼く。中学生以来ですよ、こういうの。う、大丈夫かな。大丈夫です、簡単。初心者でも誰でもできます。そうなんですね、わ、はい、かりました。僕みたいなそういうアウトドア苦手な人でも全然大丈夫っていう感じ、はい、あとスタッフに声もかけていただいてもらえたら、それが頼りになります、はい、ではすいません、またよろしくお願いします。 あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあいよいよ準備ができましたので、お待ちかね、牡蠣をですね焼いていきたいと思います。先ほど購入した牡蠣、
まあ、1キロですんでね、かなりありますし、あの平尾さんが放送でもおっしゃってたんですけども、ちょっと小ぶりな感じなんですね。でもあの身がぎっしりと詰まってて、うまみも凝縮されているということで、早速焼いていきたいと思います。焼くポイントなんですけれども、まずこの牡蠣の、見ていただいたらお分かりの通りですね、この平らな方を下にして焼くそうです。はい、今日4人スタッフいますんでね、みんなの分もちゃんと焼いておきます。はい、もうちょっと焼きますか。いく、いっちゃいますか。はい、まあ、自分でね、あの牡蠣を焼いて食べるっていうスタイルなんで、ぜひあの皆さん、あのよく焼いて、タイミングとしてはこの後しばらく待ってると牡蠣がこう開くと、蓋が開くんで、それが食べ頃だということでございます。はい、さあ続々と皆さん見てください。いい音がしてる、牡蠣の蓋がパッて開いた瞬間にジュワーっていい音がね聞こえてます。もうこれが今蓋が開いたんで、これを早速いただきたいと思います。出ました、見てください、この身がプリプリ、すごい美味しそう。早速じゃあこの牡蠣をいただきたいと思います。うん、うまい、味が濃厚、そして塩加減が絶妙ということで、今ね僕何もかけてないんですけど、これだけで十分美味しいです。これにちょっとあとは先ほどのねポン酢をかけたいと思うんですが、ビールが飲みたい、美味しいです。いや、さっきはね何もかけずに食べたんですけど、もうね何もかけなくてもね十分美味しいんですけど、さっき美味しいって言ってたしな、今度はポン酢でいただきたいと思います。わー、どのなんかね牡蠣を選んでも外れがないっていうのはいいですね。じゃあこのいりこだしのポン酢をかけて食べたいと思います。怖い、もうすげえじわじわしてるよ、大丈夫？はい、いきます。ポン酢美味しい、ポン酢美味しい、全然味が変わる。あ、牡蠣の旨味にあのいりこのまろやかさがすごいマッチングします。僕ねこれポン酢でこの味のポン酢は食べたことがないですね。これを食べ、あの牡蠣と一緒に食べてもらうと全然違う風味とね味が楽しめるんで、ぜひあのこちらはかけていただいてもいいかなと思います。美味しかった。さあこの九十九島パールシーリゾートの牡蠣区牡蠣祭りなんですけど、まあ牡蠣祭りと言いましてもですね、牡蠣だけではないんですね。ちょうどあの私の横を、ご覧いただきますと、ここでご覧ください、皆さん回っております。何がイカがということですね。こちらでまあイカをぐるるるってこうね回していただきますと、もういい感じでこのイカが干されるということでね、まあ美味しいスルメができるという塩梅でございます。こっちね、あのご覧いただきますと、まあこのイカだけではなくてたくさんのねお魚もあるみたいですので、まあアジですとかサバ、そういったところもね実際に焼いていただいて召し上がっていただけるということでございます。本当にあのこの各牡蠣祭り、牡蠣だけではないのでね、ぜひお越しいただいて、いろんなお魚食べていただいて、ご家族、ご友人、そして皆さんと会話を咲かせていただければと思います。さあ、牡蠣区牡蠣祭り、まあ牡蠣だけじゃないということでしてね、こちらご覧ください、たくさん の、あの海鮮物もたくさんあります。スルメ、赤イカ、そしてアジ、サバ、ね、本当にたくさんありまして、さっき回ってたのがこれですね、このスルメのできた具材ということで、ちょっと試食もあるのでいただいてみたいと思います。美味しい、肉厚、すごいあのスルメイカの旨味がねギュッと詰まってて美味しいですよ。ちょっとねこれをせっかくなんで焼きたいと思うんで、これとスルメと個人的にはサバがすごい好きなので、
この2つを購入したいと思います。これ大きい、これで220円だ、すごい安いですね。これでもこれも350円ですから、みんなで分けたらね、だいぶこれ満足いただける。北極セットっていうのもありますよ、1200円じゃ、とりあえずこれを買いたいと思います。さあ、先ほど購入したあのサバとそしてスルメの台なんですけど、見てくださいこの大きさで、あのまあ比較対象でね、フランクフルトも買ってみたんですけれども、こんな感じですよ、めちゃくちゃ大きい。これ2つで570円ですからね、これ多分僕一人じゃね絶対食べきれないぐらいの大きさ、多分これあれですよ、平尾さんの顔より大きい、怒られるわそんなこと言ったら、下野さんの顔の方が小さい、それも怒られるわ、はい、いやでも本当にね、網に入りきらないぐらいのスルメなんで、いやこれがどれぐらいで焼けるかわからないけど楽しみですね。サバのこの脂が乗ってる感じがいいですよね。これで570円、個人的には僕はこのフランクフルトもすごい食べたいですけどね、はい。いやもうバーベキューじゃ、急に絵が変わったもうスタッフさんのねテンションが上がりすぎてね、いろいろとね買ってきていただきましたよ、はい。こちらからヒオウギ貝、これですね、ヒオウギ貝とサザエ、そしてサバもねいい感じで焼き上がってきた、スルメもね美味しい、そして謎のフランクフルトいやでもあの小さいお子さんとかも来ていただける、こういうねお祭りですから、やっぱりお子さんはフランクフルト大好きです。僕はもう何だったらトウモロコシで焼きおにぎりも食べたかったぐらい。これもいけますかね、このサバ、ちょっと一番美味しそうなところをいただきたいと思います。肉厚、これいけますほんまにこれ焼けてるすげえ、あのねすごいね雑な言い方するとね、ホッケみたい、すごい身の大きさが全然違う、佐世保すごいですね、美味しいですわ。ああ全然、もうでもこれもいける？いけますこれ。カメラ回った途端本当ね誰も喋らなくなるのやめてもらえますか？誰か会話しよう。普通にこれどうやって食べんの？うちの T プロデューサーがねポン酢入れちゃいましたからね。醤油ついてるっちゅう。じゃあちょっと。熱っ、熱ないこれなんか丸かじる無理だって、これほんま、ちょっと待って、本気出すわ、本気出そう、いや顔熱っ食われへん、うまい、うまい、これはうまい、このスルメイカはこれはうまいぞ、これはうまいぞ、食べにくいけど食べにくいって言っちゃった、あ、もううまい酒を飲まないなんていうのはもうお酒に対して失礼だと思うんですけどね、どうですかね、今まだあと朝10時ぐらいなんでね、ミッドナイト開始が夜の8時半、怒られるな飲みたい、ビールが飲みたいよ、おいしいわフランク、カメラを置いて食べますかね、うまい、置いた、うめで、これが何、ヒオウギ貝、これもこのまま食べれるんですか、醤油で、醤油でなんかホタテみたいですね、ちょっとこうまあね大人やからわかるけどね、絶対熱いよ。
開く。あ、うん、まあ。うん、もう。何食ってもうまい。うん、ま、すげえ美味しい。だってもうこんなめっちゃ安いでしょ。こんなの200円ちょっとですよ。このスルメも、ほんでサザエあって、ヒオギ貝、一日楽しめる。それは言い過ぎたわ。